ゴール下の部分、あ、いいパス通しましたね。エドワード・モレス今完全にこの時間もタップトップがボールを持っていきます。ここはブロック、さあ回ってきてモリス、スリーポイントを決めてきました。いや、なかなか赤穂のシュート、リバウンドモリス、モサキのマッチアップ、ピックを使います。モリスのシュート決まります。代表ウィーク明け怪我からゴーとモリスが狙っている。ここでインサイドアウダとのコンビネーション取れるんでね。なるほど。さあこれはガーッと通りません、ターンオーバー。逆に横浜、さあ残り時間がない。大場のアタックワンハンド、あー来ないか、フォローする、はい、おっとこれもモリスが奪った。折り返もう一度渡す、バンスパス磨くた、モリス囲まれながら打っていきますが決めた。うわー、奪ったそのまま奪っているところに右足っていた須藤預けて浮かせて、モリスファウルです。エドワーズね、また一つ大阪も落ち着いていきたい。モリーからモリス、そしてアウダー、あーよく見てた。アウダー今日フィジカルが光ってる、これはフリーになった、見事な、ね、モリーには興奮心がついている。アウダーのキックインサイド、モリスシュートに行く、バンクショット決めていきました。モリススピンムーブから難しい、あ、このシュートはリング嫌われた、オフェンスリバウンド、エドワード森井に一度預けます。エドワード・モリス、ハンズオフ、そして須藤のショートの方が持ちたいエリアでボールを回せない、持てない、まあ、そういった状況に今あるので、結構打たされたり、マッシュライトも入ってきました、はい、京都アンナリー久保田、テイク、おー、ブロック、いいディフェンスですよ、エドワーズから、かかモリスがついている、おーっと、ブロックだ、そのままブロックだ、横浜、松崎、リバウンド、モリス、リバウンドですよ、しっかり、フリースローラインのところに上げてですね、やっぱ中をうまく整理整頓したんですね、はい、ここでちょっと動きのあるようなプレーが出てきましたので、はい、得点も伸びてきてる感じ。13リバウンドを取りました、このクリア戦です。おーっと、押し込んだね、下向くことなくこう前に前に行こうとしてますからね、そうですよね、チームはね、おーっと、後ろからここはバックダウンから一旦戻します。あー、ブロックショット、モリス奥に成長した選手ぐらいの、ね、はい、成長でした、はい、私はそこまでの得点上げられていないんですが、モリス、おー、決まってきました。